ローベルト・フォン・モールローベルト・フォン・モールはドイツの方学者である。1827年より1846年にかけてビュルテンベルク王国中ンゲンの中ンゲン大学で国家学担当の教授を20年間務めた後、地元議員となる。1847年にハイデルベルク大学の教授となり、バーデン第一身分成議会のハイデルベルク代表を務め、 1861年には、フランクフルトにある、ドイツ連邦議会のバーデン代表。1867年には、バイエルン王国駐在バーデン大使となった。1871年後のライヒスタークなどの議員で、あり、モールは、貴族政治の警察国家に対立する、法治国家の定義を言葉で表す先駆者である。加藤博之、他の日本の思想家。 政治家を通じて、モールの思想は、明治維新後の日本の国家学、哲学に影響を及ぼした。父親は、ビュルテンベルクの政治家。弟にフゴーゴフォンモール。息子は、外交官で、明治政府の、親とい外国人でもあった夫マールフォンモール。娘婿にヘルマンフォンヘルムホルツ。AB 外国人の見た、明治日本の近代化東海一親とい式部官。 オットマール・フォン・モールのバイ・シップル・リチャード・ナムサン大学ヨーロッパ研修センター法2002-89から106ありがとうございます。